さあ皆さんこんにちは、ノッツォでございます。ということで今回もポケットモンスターエメラルドやっていきたいと思います。はい、ということで、前回ね、ダイゴに会った後このカイナシティというところに来ましたよと。カイナ市場、ここでしか買えないものがたくさんということで、ちょっと先に行ったところになんかアクア団がねちらっと見えていたんですけど、ピロピロロロロ、オースノッツォ秋彦だ、勝負に負けたよ、もっと育てないとダメだな。誰だ秋彦って、もう全然覚えてねえ。お前のことなんてもう一切覚えてねえわ。はい、ということで、ちょっと学習装置をね、取りに行きたいなというふうに思います。ちょっと調べさせてもらったんですけど、まあ、ダイゴに手紙を渡した後に、デボン社長のとこに行ったらなんかもらえるということなんで、一旦ね、そこまで戻って、学習装置だけちょっと回収してね、またこの海内に戻っていきたいと思います。さあ、行きましょう。そう、ということで、この人がね、ダイゴのお父さんということで、この人に話しかけると、なんか学習装置がもらえるらしい。ツアブキ、手紙を届けてくれたんだな。いやいや、ありがとう。こいつはお礼だよ。トレーナーの君に役立つはずだ。ほら、来た、学習装置。これはなんだかっていうとですね、まあ今はね、もうなんだろうか、一人が戦闘に出て倒したら、みんなに経験値が入ると思うんだけど、いつまでがその仕様かわかんないけど、まあ、戦闘に出たポケモンにしかね、経験値が入らないという仕様で、この学習装置を持たしておくと戦闘に出なくても、まあちょっと入ってくるよっていうね。そういう便利なアイテムです。学習装置を持たせたポケモンは勝負をしなくとも経験値を分けてもらえる。弱いポケモンを育てるのになかなか便利な道具なのだよ。ということで。まあこれ本当に重宝しますよね。だからまあもうルビーが先頭でいいのよ。ルビーが先頭にしといて、まあ、この水分に持ち物を持たせるよと。多分でもあれなんだよね、学習装置でレベルアップしても進化はしないんだっけ。いやそれはわかんないんだけど、まあさすがにするか。学習装置、これ持たせたポケモンが経験値を分けてもらえる。多分ね、ストーリー中1個しかこの学習装置してなかったような気がする。どうにかなんかの作品で2個だった。いや1個か、1個だよね。さあ、カイナに戻ってきましたよ、ということで、この先進んでいきましょう。家の中も見てないか、チラッと見ていこうか。なんかね、アイテムだったらもらったりするんでね。私のポケモン、せっかちでね、他のポケモンと比べると素早さが高いんだな。性格で育ちやすい能力に違いがあるのかもな。控えめとか、のんきとか、陽気とか。あなたポケモントレーナーね、ガイナシティに来たっていうことは、当然バトルテントに行くのね。バトルテントって。なんかアイテムねえかな。パパが好きそうな番組やってる。先を急がなきゃ。だいたいテレビ見るといつもこういう反応。冷蔵庫にないか、なんかないか。卵ねえか、卵。崖ガニスティックねえかな。ないか、さすがに。古くなって乗れない船はどうするか知っているかね。海の底に沈めてポケモンの住処にしてやるのだよ。優しい世界。単純に海に不法投棄してるようにも感じられるけど。海って大きいな。ひょっとして海ってポケモンが流した涙でできてるのかな。すごいなんかメルヘンチックなやつがいる。クスノキ増設場。波を自在に操る船乗り、大募集してます。船乗りになりたい人、ここ、来たら受けられるらしい。水の綺麗なところに、たくさんの実りが集まり、人々がやってくるところに、市場ができる。こうして町は大きくなるのさ。港から発展していって町ができて、うんたらかんたらって感じだもんね。なんかテレビじゃない。パソコンかな？ハゲ親父いるなぁ。これがこうなって、そういでもあって、あれがああなって、ということは、それとこれはどれ？もう訳がわからへん。ん？僕はクスノキ艦長から連絡船の設計を任された、ツガというものだけど。あ、それはデボンの荷物。困ったなぁ。クスノキ会長、他にも仕事があるからって、どこかに行っちゃったんだ。悪いけど君、クスノキ会長探して荷物を渡してあげてよ。あ、そっかそっか、ここにデモン社長に預かったものを渡しに来たんだけど、いないっていうことね、会長さんが。季節や天気の月の位置など、様々な条件によって、海や常に姿を変えていきます。そう、海というのは生き物のようなものなんですよね。あははは。僕はすでに船酔いするのよね。
だからここでお手伝いしてるのよね。してるのよね。なんかお釜みたいなやつ。待て。なんかありそう。なんもね。こういう行かなそうなところになんか物があるってことは、なんかアイテムがあるんじゃねえかなと思って、タッチしてみたけど、なんもなかったわ。さあ、2階に行ってみよう。でも、楠木会長はいないってことは分かってんだよな。大きな船を作るというのは、乗り物を作るというよりも、建物を作るのに似ているんだよ。おー。なんかこう、どういう形にして、どういう風な、あれで浮くか、みたいなね。重たい鉄でできている船が海に浮くなんて不思議だろう。あれは浮力という原理を応用しているんだ。そうだ、豪華客船とかね、すんごい。もんね。あ、これあれか、下の階が見えてるってことか。どうやってこれ行くんだと思ったけど。これ見えてるの ?1 階ね。あー、なるほど。ちょっとオシャレティックだね。これ何?中は空っぽだ。え?これ調べられるってことが分かったら、何かしらこれ、どっか、入ってたりね、他に。なんか俺、アクア団みたいな気がするんだけど、どこだっけ?この先か。じゃあな、アクア団は?あれ、アクア団がいねえぞ。ポケモンのニックネームを変えたいなら、説明判断士に頼むんだよ。判断士。説明は、判断士に頼むんだよ。説明判断士。判断士って何?ポケモン大好きクラブ、ポケモンが好きな人みんな集まれ。はい。好きですね。あ、これジグザグマだ。キュー。これはマリルかな?ルリリか。マリルリか。マリマリ。ふふん、俺のポケモンすごいのさ。どのポケモンよりもかっこいいのさ。って、威張ってたら会長に怒られちゃった。もう威張らないことにしたから、代わりにお前のポケモンに威張る技を教えてやってもいいぜ。なんだよ、付き合い悪いな。威張る。わあ、君その若様をとても大事にしているみたいね。ルビーって言うんだ。そうだ、今私テレビの取材でポケモンのアンケートをしてるんだけど、少しだけ質問答えてくれないかな。はい。ありがとう。じゃあ聞くね。ズバリ一言で答えて。君の可愛がってる若者も、君は若者のどこに惹かれたの?何?なんかこれ繰り返しあれ、性気持ち、なんか会話、薄い人、ステータス、トレーナー、挨拶、ポケモン。なんだ。会話?行動、状態、挨拶、何これ?ポケモン。ポケモン、アチャモ、決定。アチャモの可愛さに惹かれたね。なるほどね。じゃあ次はちょっと難しい質問をするね。じゃあ、君にとってポケモンって一言で言うと何だと思う?なんだろう。人。人で、あたし。もう意味がわからん。もう意味がわからん。なるほど。ふむふむ。あ、協力ありがとうね。いろいろ話が聞けて面白かったよ。この話もしかしたらテレビで流すかもしれないから期待しててね。じゃあね、バイバイ。クソどうでもいい感じ。ポケモン絵本が揃ってる。クソどうでもいいというか、クソ適当に答えたけど、大丈夫かな。ポケモン勝負に負けて瀕死させてばかりだと、ポケモンがどんどん進んで、トレーナーことを疑うようになる。妻に懐いてくれなくなるよ。猫かわいふんにゃーって。私ポケモンが懐いてる姿を見るのが好き。ポケモンって一緒にいる人の気持ちにすごく敏感。あなたがポケモンを大事にすればポケモンもあなたに懐いてくれるわ。あなたのポケモンがあなたに懐いたら私に見せてね。あなたのポケモンあなたに懐いているのね。ポケモンに優しいトレーナーさんに大好きクラブからの贈り物よ。安らぎの鈴、これ回復するやつじゃなかったっけ?しかもなんかこう、懐きやすくなるみたいな。ポケモンって道具使ってもらうのが好きなのかな?だってタオリンとかあげるとすごく嬉しそうにするのよ。ああ、薬付けにするとなんかあれなんだよね。夏気で上がるんだよね、確かね。これが会長かな?会長と一緒に座っちゃった。うほん。わしがポケモン大好きクラブで一番偉い会長ですぞ。なんたって会長ですからな、ポケモンを育てさせたら、右に出るものなし、そんなポケモンを自慢できるポケモンコンテストという催しがあるのですが、何しろ遠くの町でやっているので、あまり盛んで
参加できんのですよ。ですから今はここで自分のポケモンを自慢したり、皆さんのポケモンを見せていただくだけにしておるのです。ポケモンコンテストに出たことがあるトレーナーのポケモン、ぜひとも見てみたいものですな。中古ではまた結構当分先の話か。まだ出てないもんね。このオタクなんつったっけ？ああ、ニックネームか。変えられるっつった。この人が変えられるの？はいはい、私は説明判断士。言うならば名前の占いです。はい、あなたのポケモンのニックネーム占ってあげるよ。どのポケモンのニックネームを占ってあげようか？じゃあルビー。ルビーか、なかなかいいニックネームをつけたね。でもね、もう少しだけいい名前よ。私がつけてあげようか、どうかな。そうか、わかった。また来なさい。じゃあ、ちょっと待て。いやー、でも、この名前変わるんだったら嫌だな。せっかく俺がつけた名前なんだから、俺のつけた名前が一番なんや。いろんな本がいっぱいだ。ハゲのじじいに言われる筋合いはね。わかったか。さもなきゃ、このベッドで、しょんべんしてやる。というふうに、あ、これポケモンコンテストってこれじゃねえの？バトルテント、カイナシティ会場、探せ最強ポケモン。うおー、バトルテントに僕も出場するぞー。と、その前にポケモン捕まえてこなくっちゃ。ちょ。わしの行く手阻むなよ。これは何だろう。船乗り場、連絡船、タイドリップ号は、造船場にて、建造中。もうしばらくお待ちください。ふうふう。俺は近接シティから歩いてここまで来たんだけど、この街って広いな。こんなことなら自転車に乗ってくればよかったよ。近接シティっていうのが多分あれだよね。電気タイプのとこだよね。果てしない海、それは命の源。海の科学館、博物館。海の科学博物館か。この博物館には子供の頃私もよく聞きました。館内の展示品を見て海の神秘に憧れたものです。この博物館を作ったのは楠木さんといって、海底を探索する潜水艇の会長でもあるんだ。潜水艇の館長で博物館の館長、まあどっちにせよ楠木館長と呼んでおけば間違いないよな。研究所もそうだし、この博物館の会長でもあるって。アクアタンがいるんだけど、めっちゃ。海の科学博物館へようこそいらっしゃいました。入場料50円になります。見学していきますか？クソ安いな。ごゆっくりどうぞ。いえ、なんでおめえここにいるんだよ。俺は、金志田トンネルでお前にコテンパにされたアクアタンだよ。これをやるから許してくれよ。ほほほほほほ。お前のことなんて覚えてねえけどな。その技待ち、俺よりお前の方が似合うぜ。じゃあな、わははは。はすごい嫌さ。ちなみに、覚えてねえのにもらったから、ちょっと一応何だったか見るか。鋼の翼だって。やっちゃうじゃん。泥棒か。泥棒だった。悪の組織らしき、あれだな。技待ちんだな。この知識を生かして悪いことをしてやるか。さっき50円がなくて受付ですごい時間かかったよ。はは、ちゃんと払ってんのが偉いわ。みんなのために我々アクア団はいるのよ。現地集合でここに集まったのはいいけど、肝心のリーダーがまだ来ないんだ。まあこいつだって結局悪だと思うけど、なんかこう人々のためにとかね、ポケモンのためにとかいう組織なんだよな。仲間が金積みで、どじらなければここに来なくて済んだのによ。ここに置いてあるもの、かっぱらおうと思えるかな？かっぱらおう、盗もうと。丸いドームの中でなんだかよくわからない機械が回っている。何かの深さを調べてるのかな？海の深さなわけないしな。2階にもいんの、アクア団が。あ、これは船の模型か。はい、クスノキは私だが。おお、それはデボンのツワブキさんに頼んでおいたパーツだね。いやー、どうもご苦労様。おかげで出発できそうだ。へへへ。渡さなきゃよかった。へへへ、そのパーツ、俺たちがいただくぜ。誰だ、君たちは。俺たちアクア団。リーダーがそのパーツを欲しがってるんだ。何も言わずによこせ。
急にポケモンバトル始まっちゃった。さあ、学習装置つけたんで、それをお披露目したいところ。そして、一体か。キバニア。キバニアの進化はサメ肌。水悪だよな。多分二度蹴りでいけるんちゃうか。オッケー。ああ、なるほど。サメ肌か。だから沈んだ。で、水分にも同じ経験値が入る。これマジでかいよな。アクア団の下っ端との勝負に勝った。うわぁ、子供にやられてしまった。さあ、入場料分は回収させてもらいましたよと。やばい、リーダーに怒られちまうぞ。ふん、だらしない奴め、ここは俺に任せてもらうぜ。またキバニアで来たらちょっとしょうもないからね、もっと違うのか出しなさいよ。ズバッとは見たことあるなぁ。まあ、二度蹴りじゃちょっと心もたないんで、まあ、火の粉か、まあ、つつくでもいいのか、火の粉でいっか。燃やしたろ。倒せなくてもいいんですよ。ただつつくでいけるでしょう。こいつは前回見たね。フラッシュ覚えるかなと思って捕まえたら覚えなかったっていう。キバニアもこのままでいっかな。二度蹴りでワンパンというのは検証済みです。かっこいいな、こいつ、色合いが。黄色、青、赤ってもうガンダムじゃん。こいつ捕まえたらもう名前決まったわ。水分のレベルがアップした。赤団の下っ端との勝負に勝った。なんだと、俺も負けてしまった。ノッツは賞金280円。あれ？多分、下っ端、これ先輩なんだけど、後輩より所持金が少なかったね。どうしよう、パーツを奪えないとまずくないか。うむ、まさか子供に邪魔されるなんて、これっぽっちも思ってなかったぜ。いや、来たな、リーダー。パーツを奪うのにいつまでかかっているのかと思えば、こんな子供に邪魔されていたのか。我々は海を愛するアクア団。そして俺はアクア団のリーダー、青霧だ。我々の邪魔をするお前は、まさか。マグマ団の仲間なのか。いや、それにしては、見つけている服が違うな。ポケモンも人も全ての命は海から生まれた。だからアクア団は海を増やそうとしているのだよ。どうだい、とても素晴らしいことだろう。まあいい、まだ若いお前に我々の理想などわかるまい。だがこの先も我々の活動を邪魔するつもりなら、ただでは済まさないからな。それだけは覚えておくのだ。君は、そうか、ノツオ君というのか。ほら、なんか言ってたっしょ。別にこう、人をこう、脅してうんだらかんだらってわけじゃなくて、なんかポケモンとか人とかね。そういうことは考えた組織なんだけど、まあ、やってることがね、やっぱ、こう、非道的なんで、非道っていうか、まあ、こうやっちゃうことはないと思うけどさ。君は、そうか、ノツオ君というのか。いや、危ないところだった。助けてくれてありがとうだよ。おっと、そうだった。デボンに頼んでおいたパーツを持ってきてくれたの忘れていたよ。デボンの荷物を渡した。これをさっき奪い合っていたんだが、こうしちゃいられない。そろそろ海底調査に出発する時間だ。私はこれで失礼するけど、君はゆっくり館内を見物していってくれたまえ。そして回復、点々テロリンしてくれた。館内よ、サントアンヌ号。世界を一周している豪華客船の模型です。豪華客船。海水の流れについての展示だ。海の底に近いところでは水の温度や塩分の違いで海の水が流れていきます。海水の流れについての展示だ。海の表面あたりでは風の力によって海の水が流れていきます。曲いいね。これなんて、潜水艇海炎1号。海の底を調査するための高性能潜水艇の模型です。連絡船タイドリップ号。これは建造、クスノキ造船場で作られている船の模型です。なんか、あと少しだ、言ってたけど。まさか、これのことだったのか。この後どうしたらいいんだ？なんか、メガネのおっさんが。えにしだ、あれ君とは前にどこかで会ったよね。
自己紹介したっけ？私はエニシダって言うんだ。今ここからアクア団が逃げ出していったけど、もしかして君がやっつけたのかい？なんか話しかけてきて、まだ子供だからまだまだだねみたいな言ってきたおっさんだっけ？これはひょっとしてひょっとする。よし、君とは仲良くなれそうだ。だから、お互いポケナビに名前を登録しておこう。すっげえ怪しいじゃん、サングラスしてるし。悪い大人でしょ、あなた。いや、交換しちゃあかんて、こんな大人と。何を考えてるかわかんないのに。本当は君にくっついていきたいところだけど、他の人の才能も気になるし、もう少しいろんな街を訪ね歩いてみるよ。じゃあね、ノッツオ君。こういうやつが物語のラスボスだったりするんだよな。行商人とかね。金髪の行商人とか、もうこんなだったもんな。名前はウーから始まってオーで終わるやつ。じゃあ、ローか。ウーから始まってローで終わるやつ。俺は知ってんだからな。アクア団がいたっていうのを見たんだけど、どこで見たんだかな。なんかすごいこう、何人もいたような気がするんだけど。俺の見間違いだったんかな？わかんねえな。ちょ、邪魔せんといて。俺の行く手は阻むんじゃねえよ。まあ、やることっつったら、まあ、この、テント行ってみるか。おおおと、ノツオくんか。もしかして、ノツオくん、バトルテントに挑戦するのかい？うん、それはいいことだな。ものすごくいいことだ。バトルテントには強いトレーナーがとってもふさわしいからね。じゃあ頑張ってね。え？バトルするってこと？これ何のシステムだっけ？強いポケモン持ってなくてもここでならいっぱい勝負できるね。たまには苦手な虫タイプのポケモンでも使ってみようかな。好きになるかもしれないし。いい心がけだこそ。なかなか借りたいポケモンが見つからねえからよ。そこの兄さんに文句言ったけどよ。じーっとも相手してくれねえのさ。悔しいってありゃしねえぜ。おい、お前黙ってこれ受け取ってくれよ。まあ、ここの辺の人たちはなんか、わざましんくれるね。わざましん41は一アモン。相手によ同じ技を続けて出せねえようにする技なんだよ。言っとくけどな、俺は一アモンつけてねえぞ。はい。バトルレードのルールが書かれている。どの説明を読みますか？まあ、いっか。素敵なトレーナーのお兄さんも貸し出してくれればいいのに。あは、男目当てかい。男目当ての女がいたわ。ウーメンがいたわ。バトルテントカイナ会場へようこそ。バトルトレードのご案内はこちらです。挑戦するか。では、挑戦を始める前にレポートを書きますがよろしいですか？はい。さあさあこちらにどうぞ。もう全然記憶ないわ。こんなんあったっけみたいな。ではまずお客様のポケモンをお預かりしてポケモンレンタルを行います。よく考えて選んでくださいよ。あー、そういうやつなんだ。借りてバトルするってやつなんだね。ゴルジュバットドンメル、もうわかんねえや。もうプラスとか可愛いからもうプラス選ぼう。君に決めた。種を草、マリル。水も入れた方がいいのかな。まあ、ゴルバット強そうだし、ゴルバット入れて。ま、マリル入れるか。まあ、これでいこう。それでは、奥にどうぞ。プラス、可愛いんだよね。プラスルマイナン、可愛いんだよね。女の子のポケモン、女の子ポケモンだけ欲しいな。まあ、キモオタ来た。キモオタ来たわ。釣りが趣味な肝ときたわ。レベル高30って大丈夫なんだろうな。そして地面とあれなんで、これくそー、タレ棒がいればなみたいなとこあるな。これな、持ち物何持ってんだろう。持ち物何、白いハーブってなんだろう。あー、転がる。何も強さ見てなかったもんな。食べ残し。あー、嫌な音。噛みつく。プラスに打点ないくねか。このままが戦える？電気技絶対打てないもんね。
嘘泣き。特防ガクッと下げたところでだもんな。まあ、ゴルバットに変えるか。ドジョッチ。水地面なんで。これならマイナンでも耐えられたな。食べ残し。まあ、いや、独特のキーバーは地面タイプにあれだから、まあ、噛みつくしよっか。オッケー。嫌な音で混乱させてもいいけどね。で、食べ残し発動していく。嫌な音。いやー、残念だよな、これがな。で、こいつ水鉄砲しか撃ってこねえ。すごい嫌だ。普通に殴るか。一夜もんつけてもいいけど、同じ技が出せなくなるみたいな。炎タイプはいないんで全然関係ない。噛みつく。もう一回かな。水遊び。さっきあったぞ、お前、それ。ドジョッチは悠長のことしてくれてるから、回復していく。全開ではないけど。ドジョッチ、しかもオス、じゃなくてメス。目のクラゲ、俺が愛用してますよと。毒水なんだよな。だからこれ、マイナンに変えてもいいのか。ちゃちゃちゃ、プラスするか。水タイプだから通りいいよね。毒技だ。結構食らうな。まあ、スパークで。倒せなくてもいいけど。オッケー。あ、麻痺ナイス。バーリア。バーリア来た。スパーク、まあ、スパーク打っとくか。小学生、バーリアって。小学生、バーリアよーく聞いたわね。俺も言ったし。おい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 。それ、コイキングがかわいそうってもんよ。最後に出すなんて。超かわいそう。そんな超かわいそうなコイキングを問答無用で電気技で消滅させていくっていう。鼻馬。あなたかわいい。そう？お疲れ様です。ポケモン回復しましょう。いや、まあ、リタイアしよう。なるほどね。そういう感じね。ありがとう。まあ、一回どんなものかっていうのを試したみたいって感じかな。まあ、ストーリー上にそんな関係なさそうだから、まあね、今後やるかはわかんないな。というと、これ覗いてみよう。海の底か、一体どんな風なのかな。俺もいつか潜ってみたいぜ。あ、ここになんかでかい船が。え、船ですか？申し訳ございません。現在連絡船はないんです。え？僕も楠木艦長と一緒に海底調査に行きたかった。でも潜水艇の中は狭いから僕が乗ったら艦長が乗れなくなっちゃうんだよね。ははは。なるほどね。ここにあったんかな？いやー、ミスったな。あの艦長に話しかける前に、ちょっと見ておけばよかったかもしんないな。研究所の方に行ったのかしらね。この人に話しかけてみよっか。このハゲ親父。船を作るっていうのは、机の上での計算だけではわからないことも多くてね。やっぱり海のことを知り尽くしたベテランの知恵が欲しいところだよ。海をし、あ、あれ？これは博士じゃないか。どこに行けばいいんだろう、これ。浮力を利用してるのは知ってる。さっき聞いたし。待て、楠木博士、これじゃなかったもんね。あれ？いや、もう、見た目がもう一緒すぎても。わかめだわ。もう三つ子、四つ子、五つ子みたいな。くすのきさんだわ。じゃじゃ、どこ行って。おそ松さんじゃなくてくすのきさんだわ。海って大きいな。ひょっとして、ポケモンが泣いた、あれで、あれしたのかな。
すごいいいセリフだわ。それ。これ、どうしたらいいんだろう。まあ先に進むか。あれことやったしな。110番道路。ここは110番道路。通行道、サイクリングロードで近接を目指すか、下の道でポケモンを探すか、どっちにしよっかな。あ、サイクリングロードね、まだ自転車ないから。あ、博士っちゃこれ。小田巻、王の族にこんなところにいたのかい。うちの遥は、そうか、君たちは別行動なんだね。まあ、それはいいとして、そうそう、君のポケナビにエントリーコールがセットされてたって？ならば、私も登録しておこう。そうすれば、君と離れていても、いつでもポケモン図鑑の評価をしてあげられるからね。小田巻博士をポケナビに登録した。ノッツオーキン、はるかのこと、よろしく頼むよ。じゃあ、私はこれで失礼する。またな、ノッツオーキン。それなんか意味深だな。娘は君にあげるみたいな。そういうなんかノリの言葉言ってなかった？ここもう明らかにダブルバトル仕掛けてくるやんか、これ。これでいっか。そうだよね。おほほ、大事なポケモンを自慢するためならどこにでも行きますわ。可愛いポケモンたちが助け合うところが可愛いぞ。ポケモン大好きクラブのおっちゃんとおばちゃんかな、これ。そんな感じする。なんだあれ。あ、ピカチュウのあれはなんか、よういるけど、あれ、ホエルコのやつかわいいな。あ、うわわわわわ、プラスルマイナー。うわー、これ、地面、下地面だったらこれ、もう、ギリジャンの自然の力で、行ったのにな。まあ、二度蹴りで行けるでしょう。あー、フラッシュ。マイナーにしとくか。うわ、手助け。かわいい。マイナーとプラスルはね、レックウザの映画で、なんか記憶あるんだよな。さあ、プラス粉砕。フラッシュなんか命中率下げるって。そういうあれだし。うわ、マイナー、マイナーだ。これ、ギリジャンは帰りゃよかったな。じゃあ、こっちのマイナー倒すか。あ、でも地面、あ、まあ、鎧いけるな。岩もあるけど。お、マイナー同士で手助けしてかわいい。攻撃してこんと、こう一生俺を倒すことはできないけど。さあ、二度蹴り。ちょっと硬いな、この子。何を使う？あ、俺の実か。まあ、俺の身なら全然問題ないかな。泥かけ。マイナにやるか。まあ、手助けしてるとそういうのあるのかな。いや、関係ないか。さあ、マイナ粉砕。水分280。泥かけ。全然効かねえ。ココドラ初お披露目だっけ？裏でちょっと使ってたりしたけど、裏っていうか、まあ道中の戦闘でね、ちょこっとだけ使ってたりもしたんだけど。さあ、マイナン討伐。ただ、プラスルがやってくるってことか。水分のレベルも上がっていく。絡みつく。さあ、プラスルラスト。泥かけが面に入っても何も見えなくなっちゃう。あ、二度蹴りでいっか。信じるものは二度蹴り。さあ、鳴き声も当たっていかない。あ、鎧には当たったってことか。当たらないやつが先頭にいると、なんか、おかしいね。順番が。あら、まあ、嫌ですわ。君も、わ、あ、血も涙もないんだな。お前らから戦闘仕掛けておいて。私の自慢はこんなんじゃありませんわ。何回も付き合ってもらいますわよ。大好きクラブのまさこ、ポケナミに登録した。まさこかまさおか知らねえけど、
これより何々へ散歩、何々へ二歩行けば、そこは素敵なからくり屋敷。散歩、1、2、3、1、2。本当だ。誰かの視点を感じる。光ってんだよな。むむむ。なぜ我が輩が机の下に隠れているとわかったでござる。我が輩こそ応援地方の最大の謎の人物。人呼んでカラクリ大王。わはははは、はじめまして。あんた我が輩のカラクリ屋敷に挑戦しに来たってわけだろ。そうだろう。よし、挑戛を認めよう。そこの掛け軸から入って挑戦するがよい。我が輩は奥の部屋で待ってるぞい。なんだこれ、全然記憶にねえ。こんなんあったのか、カラクリ屋敷。光ってたもんね。なんかスライムモリモリでもなんかこんななかったっけ、必殺技習得するためにさ。あれ楽しかったな。掛け軸の裏を覗くと大きな穴があった。奥に進んでみますか。はい。あ、来た。トレーナーバトルがあるって。え、覚えさせたばかりの居合切りで切って切って切りまくりよ。謎の草だって。見たっけこいつ。つつくか火の粉だ。まあ、つつくでいっか。火の粉のが、あ、火の粉のが良かったかもしんないな。期間。ちなみに、ヤイゲリはジグザグマが覚えているのって、ここ行けるな。こんなカラクリ屋敷とかなんか面白いのあったっけな。今まで。記憶にございませんわ。ミニスカートのミナ。本気出さないでよ。本気出したわけじゃないんだがな。頼む、オレン。ちなみにこいつはオレンの実を持ってて、オレンを発動させたから、オレンの実発動させたからオレンって名前を付けたような記憶がある。切って切って切りまくりよ。さっきの女のセリフを俺がパクリ。なんか、古文書みたいな。巻物みたいなのがあるんだけど、あれ。気になるよね。さあ、ジグザグマに切って切って切りまくってもらって。いや、でもその前に一戦あるのか。やだな。カラクリ大王って何者なのかしら。お、おへ猫だ、かわいい。借り物、違う違う、カラクリ大王って何なのかしらって。知らずに来てたのか。え、猫かわいいなぁ。捕まえて。マリル。電気ポケモンはいないんだけど、まあ、ギリジャンで行こっか。スイートルで。あ、ギリジャンももう少しで。レベルアップすんね。さあ、かわいいですね、マリルちゃん。スイートル。さあ、腰部にやってもらいましょうか。次でも倒れんな。攻撃外れてく。スイートル。オッケー。で、レベルアップと。猫魂いいじゃん。フラッシュ覚えさせない、られないんだ、忘れさせられないんだよな。あー、まあ驚かせていっか。猫魂を覚えた。水分マージュ3でべ。火の粉。これもルビーの火の粉で焼き払うか。足バタバタして可愛い。登場シーン可愛すぎや。キノココ。巻物一体どこぞ。気になるね。シホ。気を取られていたら負けちゃったわ。この巻物のこと言ってんのかな。巻物を見つけた。え、巻物に書いてある合言葉を覚えた。合言葉書いてある。それを俺らは読むことはないのか。
じゃあこっち行ってみよっか。この先にあるのか。要はでもこれもしかしたらカラクリ屋敷ってのは遺伝技ゲットするたびにあるのかもしんない。オレンジメール。オレンジメールとは一体何ぞ。この短パン小僧も戦わないといけないのか。開けた瞬間にピコーンってなるんじゃん。いやなあ、なるほど。変な屋敷に迷い込んじゃった。この迷い込んだ短パン小僧、なんで迷い込んだのに俺に対戦挑んできたのか全く謎。ボコしちゃったわ。ジグザグマばっか出してきたからさ。二度蹴りで。カラクリ大王様素敵。鍵の外れる音がした。なんだこいつ。面白いじゃん。お、あんたはここまで来れたのか。ルームできる。徹夜で木を植えたのに、我が輩の次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 のくらいすごい。よし、あんたに褒美をやろう。不思議な飴、おー、ナイス。ノッツは不思議な飴を道具ポケットにしまった。なんだ、得意そうな顔をしてからに、我が輩は勝った気になるのは、まだ早いわ。この後もまた仕掛けを作るから、それが終わってから我が輩を笑え。それでは時間をお楽しみに、味がいお楽しみに。忍ってことか。で、これ下下がるってこと？どうなってんだこれ。ここは知らんよね。こんな広がったっけみたいな。あ、そうか、こんな感じだったっけ。あー。面白いからくり。ばあさんがいる。あたしゃ、自転車持ってないからね。下の道をのんびり歩いていくよ。はい。ということで、今回はね、ここまでにしたいなというふうに思います。アクア団のリーダーとかね、に会えて、あと、クスノキ館長に、まあ、デボンでもらったパーツを渡して、みたいなことして、あとかの、このからくり屋敷みたいなね、ところにも入っていきましたよ、と。こういうのがあったのは記憶全然長いなぁ。まあ、イヤイギリめっちゃ使ってジグザグマ本当に仕事してくれたなぁって感じはしますけどね。はい。ということで今回はここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。どうじゃ。